わ、前髪が前、帽子は待って、シギタンから、うー、なんなん、あ待って、今気づいた、みんな全員のアバター？見れない、全員空白です。え、全員空白です。でギフトも空白です。え、数人だけが出てくるんですよ。1員これ7人員8員ちょいあ、いるけど他みんな空白ですけど、あ、こっちは見えてた。ちょっと待ってね、証明したい、私の今のこの状態分かってほしい見せたい。ちょっと待って、見て、ちょっと待って、ほらほらほら、みんな幽霊だよ、ほらほらほら幽霊。じゃあちゃんと名前見ないと誰か分かんないんですよ。なんかね、アバター見たら大体誰か分かる人は分かるけど、待って、前髪、もう一日、帽子なんかね、今プリンになってるから帽子ずっとかぶってるんだよね。そうだ、みんな幽霊になってる、ごめんなさい、ほんまやんほんまやで、みんな幽霊になってる。あ、戻ってきた、みんなおかえり、おかえりおかえり、あら、前髪ちょっとねやん、何の話、あ、帽子、あ、待って、燃えるゴミゴミの人からめっちゃ可愛い、ありがとうございます、ありがとうございます。ただいまちゃただいまちゃありがとうございます。何の話したっけ、ば、前髪違う、何の話、あ、幽霊、え、幽霊の前何の話したっけ、こんばんは。なんかね、最近ゆっくりショールームしてる日があんまりないよね。最近、まあ舞台の稽古も始まってるし、舞台の稽古始まってて、バタバタしてる。帽子かぶってたから前髪が、あ、プリン、プリン、そう、え、プリンの話言ったっけ。あのね、2月はちょっといろんな都合がございまして、2月2週間で2回美容院行ったのね、染めたのね。で、もうあんまりにも近すぎて、あのストレートパーマとかもかけてたから、髪質がめっちゃ悪くなったんですよ。だから本当はもう2週間で染めるのはどうだろうなって、美容師さんもあんまりおすすめじゃないんだよねって言ってくれたんですけど、なんかどうしてもちょっといろんな事情があって、結局2週間1回行って、もう髪質が悪くなっちゃって、悪くなったけど、けど次の舞台は 2.5 だから、次の舞台は言うなの、ロングヘア、黒髪ロングヘアで、それはもうウィグだから、結局ね、地毛じゃないから、舞台終わるまで我慢しようってなって、今は我慢してる時期です。我慢してる。
しばらくね、少なくとも舞台終わるまで思ってのお仕事そんなにないかもしれない。今のところはもう舞台に集中するって感じだから、プリンはね一旦我慢する。でもあと丸1ヶ月我慢しないといけない。いやでもまあ、ポジティブの面ではもう美容代ちょっと浮くでもメンタルはうわーってなる。感じです。今は代わりに僕が食べておくね。何を食べるの。食べておく。何、前髪すごいことになって。あ、プリン。ほら僕はなんか隠してる。昨日も、あ、私の X 見てください。昨日のお洋服、いくつか見てください。なんかね、髪の毛やってもらって、実は編み込みもしてもらったんですよ。で編み込みしてもらってはいたんですよ。こんなに可愛く編み込んでもらったのにまだこのバンドつけるのは申し訳ないなーってなって、でプリの説明してで実は中にめちゃ綺麗に編み込んでもらって、でヘムクさんもいいよいいよ、だって編み込んだ方がなんかここもぴったりになるし、もう可愛くなれるから見えないけど、編み込み見えないけど大丈夫よ、いくらでもやるよ、じゃあ明日もやってもらってもいいんですかってああじゃあ出張料金ねって言われて、ああちょっとね会社にちょっとオファーしていただいてもう自分ではできないんだよね。自分ヘアメイク減った。でもね、めっちゃ言い訳じゃないけど言い訳でもないし悪口でもないけど悪口って何よあのね、いい意味で、いい意味よなんだろう、 AKB はすごい恵まれてるから、基本あの衣装の時基本全部じゃない、衣装の時全部ヘアメイクさんいるの。衣装なのにヘアメイクいない時はないかな。そうなの。だから他の、まあ、アイドルによるんですけど、全部自分でやる人もいるので、そうなの。そう、他のアイドルに比べたらあんまりできない方かも、うちのAKB は。と舞台で他の子と共演してめっちゃ感じた。前からそういうなんかその言ってる人もいるけど、あ、やっぱ、なんかなんだろうね、やってもらったらできなくなっちゃうものの、実家に住んでる人料理できない確率が高いみたいな、わかります？言いたいこと伝われ。伝わった実家暮らしの人はあんまりなんかね、料理できる人もいるけどできない人の確率が一人暮らしの人より多い。やってもらうこと、洗濯機どうやって使うかわからないって言ってる人もたまにいるんじゃないですか。
まあ、でも実家暮らしでも料理めちゃめちゃ知ってる人もいるよ。それはそう。自分実家暮らしの時も普通に料理してた。普通に中学生でも、もともと料理作るのが好きだから、学びたくて中学生くらいもうある程度できて、高校生も料理関連の勉強も両立してた。だから料理もできるし、普通に料理するし、自分が作った料理はお母さんに負けないって思うくらい料理の話じゃん、違う、ヘアメイクの話ね。そうだからね、今隠してる。そうなの、一応ね、今お仕事しても私服だからね。私服、次の舞台は衣装だけどウィッグだからね。だからしばらく我慢するね。我慢だね。美容院行く日決めました。この日かなって今決めました。舞台終わってから行く。まあそれはそう、今ねしても、まあでもね、モチベは変わるけどね。でも別にね、今自分のスケジュール見てる、はあ、今月休み何日あるの？え、わかんない。それはわからない。お稽古も、でもお稽古は今回割と期間が長いので毎日ギューっていう感じではない。なんか毎日、それこそメイドランカーの時とかも1日13時間とか13時間半とかお稽古場に潜って時あったんですけど、もうね、朝とか夜とか、朝から夜までとか、朝早い時間帯とか、今回期間あった分なのか分かんないんですけど、結構午後だね朝早い時もないし、今のところね朝早い時間帯 も基本ないし、夜遅い時間帯も遅くない。夜台はあるけど遅くない。13時間、まあでも自分がもういつも一人目行く。メイドランカーの時に一人目、もう稽古始まる1時間前とかもう稽古場ついたりそうだね、今思えばすごいよ。結構結構早い。もうずっと一人目、なんか毎日軽音してたんですけど、ずっと一人目、名前も一人目だし、ずっと一番最初に、なんか最後のめっちゃ覚えてる。最後の稽古って何時からなのか覚えてないんですけど、めっちゃ遠いよ、めっちゃ遠いところ超遠い。最後は何時からか覚えてないんですけど、例えば 10時だとしたら、10時はだって10時だとしたら7時起き、
本当に、まあ、例えば10時よってことは7時起き なるから7時起きは、いや最終日だからちょっと、はあ、明日ぴったり来るわってなって、いつも1時間前だから結局9時着いて、結局1時間早く来たんじゃないって言われて、あ、本当だ本当だってなって、うん、のって感じだった。メイドランカーの時に本当に必死だった、本当に必死だった。前髪、うん、あー前髪にゃん、帽子、腰ある、自分腰あるのかな、なんか、あ、おいなかったか、にゃ、帽子、なんかね、この前ね、なんだっけ、あ、そうなの、あのね、黒の帽子あったけど、黒の帽子一個あったけど、去年のあの上手での稽古中に、まあバキバキのテニスと同時に帽子も落ちてスラーってなってね、ちょっと傷あったのね。私物長持ちの人です。別に安い帽子だから、金額覚えてないけど通販でめっちゃ安いのを買って、うん、それでもその金額じゃない、自分にとって結構お気に入りだから。でも最近価値観だんだん変わって、うん、なんか見ると悲しくなっちゃうし、傷あったからなんか、もともと本当に、本当に最近自分の価値が変わったと思う。いい意味なのか分かんないんですけど、うん、いい意味か分かんないんですけど、ちょっとね、あ、新しいの買おうって思って捨てた。この間、ついこの間、いいもの使おうってなって、で、うん、新しいの買った。よし、今回のお稽古も頑張ろうってなって、自分へのプレゼント、珍しい、自分基本ね、自分へのプレゼントっていう概念あまりないの。帽子がダメになる転び方ってどんな転びな、まあね、携帯人生一度もバキバキになったことないんだよねって言った翌日もう本当に修理もまだしてない、もうダメだ、本当に早く早く行かないと使えない。もう結構結構派手な転び方した。ずっと泣いてた、ずっと泣いてた。車なくてよかった、本当に、うん、車なくてよかった。帽子も、
ポシャーってなって捨てた。なんかね、最近ね、かっこよく生きたいって思った。本当に、なんだろう、かっこよく生きたいし、自分のやりたいことをやる、進む、もう我慢したくない、いろんなこと、うん、のと自分を大事にする、周りを大事にする、感じかな。だから、帽子も金額じゃないけど、なんかね、なんかね、わかんないけど、でもなんかそのいい意味なのか悪い意味なのかわかんないけど、なんかね、例えばこの前ね、イベントでね、プレゼント何が欲しいって、私は何でもね、お手紙が欲しい、あ、そう、私お手紙が欲しいって言ったら、なんか、ブランド品とかバッグが欲しいとか言ってね、マジで素敵とか言われてて、そもそも私ブランド品、ブランドのバッグ欲しいと思ったことないけど、そのブランド品持ってる方の気持ちは分からなかったけど、最近となって、あ、ちょっと分かったかも。それを持ってモチベーション上がるとか、それを持ってそのバッグのに合う人になるために努力する。あ、なん、ちょっと気持ち分かってきた。だからもう帽子も、自分の好きなデザインの帽子買って、よし今回の舞台頑張ろうってなった。高い帽子とかそういうわけじゃないけど、もう完全に自分の好みの帽子、あ、これか、よしそのまま買おうって感じだった。あ、人の価値観に変わるんだって私あんまり変わらない人かも、自分人生今まで。どうだろう、変わってる、あ、変わってるかな、変わってるか、自分価値観はね、どうだろう。いや、待って、結論がおかしい。もう一回焦げたらまた人生観変わるかも。違う、いや、焦げてその帽子ダメになって、よっしゃいい帽子買おうって、そういうわけじゃないよ。こけたからじゃなくて、こけたのは半年前だからね。こけたからじゃなくて、結論は違う、さすがに違いすぎて突っ込みたくなっちゃった。焦げてやがった、違う、そんな、そういう焦げるたびに変わる世界か。3ヶ月1回やん。いや、でもあの大きな転びはさすがに3ヶ月1回とか、そこまでじゃないけど、前回はさすがにちょっとひどかった、結構派手だった、本当にめっちゃ泣いてたもん。もう泣きながらあのお稽古場行って、みんな、マジでどうした、え、何、ストーカーでもあった、大丈夫、こけたって感じ。もう
そっか、こけるよりなんだろう、こけたか。あ、でもある意味で人生最近あの物理的なこけるじゃなくて人生確かにこけた。大怪我した。それは原因かも、物理的なこけたじゃないけど。でも考え方すごい変わった最近。何十年ぶりの派手な転び方だったのかな。いやー、何十年ぶり、そこまでじゃないけど、でも結構なんかそのショックだった。一番はショックで貧血になっちゃったから、こけて血が出て貧血になっちゃって動けなくなっちゃって、そのまま車が来なかったのは良かったけど、あ、自分こんなに弱いんだっていうショック。そんなこけて立てなくなるんだ、自分こんなに弱いんだ。あ、ね、で家の近くだから一回家に帰って血を洗って、もう警護遅れちゃうからスタッフさんに連絡して、でもやっぱショックがひどかった。半年前だから今は全然大丈夫だから今は全然大丈夫だけど、ショックの方が強くて波がだが止まらなくて。どんな転び方？かも、ちょっと途中貧血になっちゃったから、どんな転び方？プシュかな。あ、でもこうじゃない。どっちだろう。左手かな。左手だ。こっちだ。これ左手だった。感じ。その道を通るたびに転んだことを思い出したり してない。うん、してるから、うん、そうだね、うん、するのをするね、たまに。毎日じゃないよ。そんな本当に家の近くだから、歩いてもう1分経てないところ思い出すね。最近は思い出してない。あ、でもそう言われたらこれから思い出しそうで、おいこれから思い出しそうでちょっと怖いな。ひゃ、めっちゃ近いね。そうだから一回に家に帰って着替えて血洗って着替えて、もう遅刻もう確定だからごめんなさいって言って、とりあえず迎えに行きますって言って。ご稽古はどこだったっけ。あーはははははは、そこが。って感じで、下げては通らないの。いや、いける。違う道で。もういけるけど。あ、なぜか通知来なかった。こんばんは。こんばんは。
通知が、これ通知オンにしたら通知来るものだね。そうだね、自分当たり前のこと言っちゃった。え、めっちゃ聞きたいけど、ファンクラブの通知でどんな感じで来るの？私が、え、さすがにグルチャーは通知来ないよね。え、通知、え、私今オフしてる。グルチャーで通知来る？来たらめっちゃうるさくない？参加中って来るけど、参加中って来る？でめっちゃ来るよね、グルチャーって。もうそれはオフにしても、え、私がお、え、ちょ待って待って、私今開いたらまだ通知来る。ちょっと待ってね、どこだ私何し、あれが自分オン、いやオフライン、そうなの、今オフにしてるのに。めっちゃ来るよ。マチャリンがグルチャに参加してるよって通知が来るよ。あのね、めっちゃめちゃ恥ずかしいこと言ってもいいんですか？ガチで恥ずかしくなっちゃった。もともとこれはあの X で言おうとしてたけど、ちょっとまあ今の流れでこの話 しちゃおうと思って、まあいつか X でも言うから、その時またコメントしてね。初めて聞いたような感じでコメントしてね。昨日ファンクラブの打ち合わせがあったのね。でちょっとまとめて、3月1ヶ月間はこうこうこうで、そのグルチャね、グルチャ昨日アイコンさんが1000回以上コメントしてくれてて、え、それってファンの方とのやり取り全体のコメント数、え、それでも私だけ？はい、そうです。私一人だけで1000以上の返信したんだ。1ヶ月で、へーって言ったら、向こうが、会社全体の6位になりました。え、ユーザーどれくらいですか？ 2000 超えました。待って。2月スタートして、3月初めての丸1ヶ月でね。2000以上のユーザーの中で私はもう6位になりました。とても素晴らしいですって言われて、いやいや恥ずかしい素晴らしい、まあ向こうにとって素晴らしいことかもしれないけど、私からしたら超恥ずかしい。そう、私こんなうるさい人なんだって。いや、ちゃんとファンサービスしてるっていうことで、ちゃんとファンサしてる。あ、待って、誰だ、ひがみっつさん、ひがみっつさんから、くまちゃんありがとうございます、ありがとうございます。恥ずかしいのね。そう、恥ずかしい。だってさ、始まるばっかりの人が急に2000人以上の規模よ。結構多いじゃん。中の6位になった。どんだけうるさいんだろう自分。もうグルチャに生存しすぎない？はずいはずい。もう景気は知らなかったから、いやさすがにちょっと距離が違すぎるよね。それはつ通算の数、通算、メッセージ送るの、1000以上のメッセージ送った、でそれで1000以上超えた人、あ、そのどれ返信多いランキング6位だった。本当に恥ずかしい。嬉しい、通知たくさん来るけど私にとって一番嬉しい数字で、かわいい、ありがとうございます。
ヤン、ファンサね、ファンサ素晴らしいまあそうだけど、ちょっと恥ずかしくなった。向こうが素晴らしいって言ってくれたけど、恥ずかしい。ありがたいことです。ありがたいことをね、思っていただけたらとてもとても嬉しいです。そう言っていただいてありがとうございます。いや、うん、ちょっと恥ずかしいなってなって、あちょっとのと、スクラッチね、スクラッチ今月結構いろいろ変わる。スクラッチの内容楽しみにしてほしい。結構変わるよ、クオリティガーって上がる本当に。だからって考えたらね、先月本当にもうまだ模索中だったから、今まだ言うのは本当に申し訳ないけど、そう模索中だったから、自分も本当に予想をはるかに超えたのね。でもそのおかげで今月結構クオリティのいいものができる。先月たくさんね、皆さんたくさん参加してくれたから、今月はいいものをお届けしたいと思います。楽しみにしてください。学校の先生から課題の通知が来るより何百倍も嬉しいから、もっと見てほしい。うるさくない？私マジで、あマジで、まだ来るじゃない、まだ来るじゃ、まだ来る、へえ思わない、思わないなら嬉しいですけど。まあまあ発熱になった。今月は発熱作りません。全部当たり、しかもまあまあいい当たりがね、もう全部いい当たり。安心してください。逆に通知来ないと寂しく感じる。本当？本当？そんな私え、あえねえ嬉しい。うん、めちゃめちゃって考えたらさ、小豆依存すぎないってちょっとなった。自分小豆依存しちゃってるのね。小豆依存症だ。もう6人になったんだけど、向こうがね素晴らしいって言ったのに、いやちょっとファンサーしすぎた、ちょっと少なくしよっかって思ってる。ちょっと1日2通とか、おはようとお休みだけでまあできないけど、仕事中でもアップルウォッチ、アップルウォッチまで通知くる。はずいな、ちょっと気をつけるわ。たまに寝てる間に通知くるとめ、ダメ、お休みモードしてください。あごめんなさい、私本当にうるさすぎた。1000以上はさすがにやりすぎよね。でも私こっちは見れるよ、自分どれくらい送ったか見れる。データ新規入会者数、ファンの平均活動率、ファンのグルチャー投稿数、アイコン私の私のグルチャー投稿数、そうそうそう、1000超えてる、1000超えてる、普通に1000超えてる。タイムライン投稿数、配信ライブ配信数、参加率、スクラッチの分析の、思ったより、おお
おほほ、いろんな、あ、すごい分析、あ、今ちゃんと見た、すごい、ショップはまだ、まだちゃんと出てない。すごい、さすが。え、分析ちょっと遅い、全然出てこない。いろんな分析してくれてる、すごい。最近連日新しい入会してくれる方がいらっしゃらなくて、ぜひぜひお待ちしてます。ファウンサービスちょっとしすぎちゃって、ちょっとこれからちょっと少なくするつもりですが、さすがいきなり新しいスタートした人が急にね6位になったら恥ずかしくなった。本当に本当にちょっと少なく、ちょいね800くらいかな、目標は。1000はうるさすぎたよね、本当。先月のグルチャ投稿数がナンバー5だったけど、確かにちょっと恥ずかしい気持ちはある。トップ5。あ、でも私負けた。でもね、厚木の中じゃない、私2000人の中よ。2000人の中で6位だったよ。それはさすがに恥ずかしい、さすがに恥ずかしい。属性とかすごい、本当にすごい分析してくれてる。いろんなこと分析してくれてるよね、すごい、さすが。システム本当に好き。1位取りましょう。はずい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 。ちょっとね、通知はいつ来ても嬉しい、うるさいな、うるさくないし大丈夫、優しい。いやいやいや、6位いったら1位目指します。いやでも少なくとも今月は落ちるだろうなって、お稽古ね、お稽古の舞台あるからって考えたら、先月でも、先月もまあ一層そこまでか、忙しい時と忙しくない時、あ、波があるか。先月は1000以上ってそんなに分析出てこないな。もう一回アプリ開こう。ほほほほ。ああ、やっぱ出てこない。自分の Wi-Fi 問題かも。アプリ問題なのかな。こんばんは。そうなの、土曜日ね、土曜日ファンクラブでオンラインお話し会やるから、今残り2分数はだけ、他はもう完売したから、よかったらお待ちしてます。お待ちしてます。1000以上投稿したあずきはいるんだろう。私よりうるさい、うるさいじゃない、うるさいは悪口でごめんなさい。自分のことうるさいって言っちゃったから。1000以上、6位になった。あ、私こんなうるさい人なんだってショックだった。私よりメッセージ送ってる人いる？わかんない、数えてない。なんか自分ショックだったの、なんかファンサーしすぎたのかうるさすぎたのか、まあどっちでもいいけど、ファンクラブに入会したらお得っていうことです。それは間違いない。うん。6位になったの、はあ、それはそう、うん、本当にお得、めっちゃお得。
幕もすごい。そうね、本当に。しかもな、話も長いし、もう配信ね、3時間でも4時間でも5時間でも永遠に喋るよね、私。本当に特技なのか。こんばんは。そう、そんなにメッセージ送ったのか自分。1000、あのボタン月1000回以上押したのか、押したのか。特技だね、本当に。本当に永遠に喋る人だね。本当にうるさよね、ごめんね。話長いの好き。そうなの。よかった、好きって言ってくれたのは嬉しい。そんなに、そんなに、そんなに。ロングスピーチ、いやースピー、ロングスピーチじゃない。雑談、ロング雑談。ロングトーク、ロングトークだね、本当に。うん、あ、そう、それとね、あのオンライン話し会ってどんな感じかというと、そのと、あの、ま、AKB のオンラインお話し会みたいな、なんかその待機して待ってるとかそういうわけじゃなくて、私から電話かけます。で、普通の電話の通知が来ます。で、そこで電話するって感じ。なんか今回はテレビ通話だけど、なんかね、結局もともとね、最後はもう20時20分まで、でスタジオ一応21時まで使えるから、もともともうなんかね、結局ね、買えない方もいらっしゃってて、どうしようってなって、あ、じゃあ21時まで使おうかってなったけど、そうだね、ちょっと、提案しようと思ったけど、ちょっといろんなちょっと事情があって、あ、ちょっとスタジオ、まあ、早く出た方がいいかなって思って、追加は今回はなしにしようかなって思ってる、なしにして。でも土日来られない方だったり、土日難しい方だったり、今回買えなかった、だから最初ちょっとミスしちゃって無料のチケットにしちゃったから、無料キットしたって油断しちゃって、で結局私もう一回出したから、こっちはもう一回出したから、あのね、できなかった方もいらっしゃってて、どうしよう、なんか今月もう一回どっかのタイミングで電話のみ、お休み電話のみのお話し会はどうですか皆さん。あー、待って、パンダ丸さんからめっちゃ可愛い、ありがとうございます。お休み電話お話し会、もう顔なしで寝る前にお休みって、誰かの一日の終わり、今日お仕事こんなことあったとか、本当にそのね、電話のみ一日の出来事とか、お互い明日も頑張るねって、だから平日の夜電話のみね、寝れなくなりそう。そんな、逆に目覚める、あ、じゃあおはよう、おはよう電話、モーニングコール。
モーニングコール面白いな逆に。ちゃんとつながるかわからなくて申し込みしてないです。あれですか、 Wi-Fi 環境、その時間の Wi-Fi 環境の話。お仕事の話とうちも行っちゃうけどいいいいよ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 、全然何でも何でも。だからそのお話し会みたいな、なんかちょっとなんかもうちょっとなんか本当にオフ感の感じのね、ファン、今のファンクラブのこのシステムならではのことじゃないですか。それやりたいなって思ってる。どう？どう思う？ね、どう？どうですか？それは普通の電話になるのかな？そう、普通の電話。とか、あの顔出しが苦手なあずきもいる。それ結構大きな原因です。原因でない理由原因、うん、うん、顔出しは緊張するとかちょっと苦手。でも正直私もテレビ通話が苦手。誰かと、お家族とも基本テレビ通話しない。家族ですらテレビ通話しないから。私電話はたまにするけどテレビ通話はしない。うん、だからね、顔を見て話したい方と顔出しが恥ずかしいとかちょっと得意じゃないって言ってる方もいるから。うん、オンライン話し会で慣れてだな、うん、好きな方だから。どうしよう、オンライン、毎月オンライン話し会とオンラインお話し会過去電話で、それはで、うん、そうだね、平日の夜お休み電話会、お休み会たまにしようかなって思ってる。どう思う？ね、今回もね、参加できなかった方が意外とそのメッセージ来たから、ちょっと考えるね。スタッフさんと相談する。一応昨日行った。昨日スタッフさんに行った。でスタッフさんは、おーおーなるほどみたいな感じ。うん。お話し会いたことないから今回は参加しようと思っていたけど予定合わないので次回に。ありがとうございます。わあ。ありがとうございます。話できる機会が増えるのは嬉しいです。じゃあちょっともう一回相談してみる。とりあえず土曜日無事に終わりにすること。あ、伊豆門さんからくまちゃんありがとうございます。くまちゃんいただきました、ありがとうございます。うん、ちょっと土曜日またちょっと一回相談する。ちゃんと相談する。そう、それとね、土曜日ね、あれお話し会だけじゃないの、サイン会、サイン配信、どこだ、そう
私のタイムラインに載せてたんですけど、一部ファンクラブ会員証サイン配信2部3部っていうスケジュールでね、って感じです。だからファンクラブサイン会員証サイン配信もぜひぜひ、あ、この間思った、あ、この間じゃない昨日が、昨日、あ、会員証だってなった嬉しい、うわーこれかーってなって、サイン配信もぜひお待ちしてます、入会もお待ちしてます。そう、毎回思うよね、ショールームではね、名前読んでるけど、わ、いや名前は読んでるけど、ファンクラブ来てほしいな、ファンクラブ来てほしいな写真集いつ出すの？え、じゃあファンクラブに入ってじゃあファンクラブに入って答えてねファンクラブに入って、本当に私本当にめちゃめちゃファンクラブに生存しててね、ゴルちゃんも6になっちゃった、それはさすがに恥ずかしいから、それはちょっと多くても800まではにし、800までにしようと思ってる。坂上翔さん恥ずかしかった、一応新しいユーザーだけど、新しいユーザーだけど、もう恥ずかしくなっちゃった。土曜日超楽しみしてる、久しぶりにゆっくり話せるのって。この間ね、あのテストはやった、テスト配信、テスト配信じゃない、テストオンライン話し会3人だけだけどやったから、ちゃんとみんなとゆっくり話せるな、ちょっと久しぶり。ただイベントで、チェキの特典とかあったけど、やっぱね、ゆっくり話せるな、2月ぶり1月ぶり、最後いつだっけ、スケジュール見よう、1月だった、1月ぶりだ、3ヶ月ぶりだ、ちょっと空いてるよね、いやー、電話に出れば平気なの、うん、私こちらからかけます、待っててください。入会もお待ちしてますです。どうしよう、今ファンクラブの配信やろっかってちょっと思った。でも前髪がね死んでるよね、ファンクラブってアーカイブ残るのねあ、待って、パンダ丸さんから虹ありがとうございます。どうしよう、ちょっとファンクラブでちょっと配信しよっか、ちょっとだけ配信する、前髪ちょっとここ配信切って前髪直して、ちょっと短いファンクラブ配信しようと思ってる今、前髪直しは大事はい、ではショールームそろそろかな、
13位から呼びますよ。13位はおくちさんです。12位はぽゆうさんです。11位はやぴーさんです。10位はおぽフォレスト系男子さんです。9位ははやてさんです。8位はグリーンウェイルさんです。7位はさとるさんです。6位はのんちゃんです。ありがとうございます。5位はひがみつさんです。ひがみつさんありがとうございます。4位はいぞもんさんです。3位はパンダンマルさんです。にゃん。2位は燃えるゴミゴミの人です。マチャリンからの圧がよく圧が欲しくてファンクラブに、いやファンクラブが入っ、マチャリンからの圧が欲しくてファンクラブ入ってなかったけど入ったの分かりました。どういうこと？はい、圧が欲しい、入って入ってって言われたからあえて入ってなかったってこと？でもあ、いるじゃない？いるよ。はい、いるよね。遅かったけど、こっち見れるの。3月23、まだ18日目。へえ、ちょっと遅いな、遅すぎちょっと遅すぎ。18日、23ってことは31日くらい損してるねはい、損してるでは最後1位はしきたんです。打ち合わせお疲れ様です。配信でまちゃりに会えて嬉しい。ありがとうございます。最近ショールームちょっと少ないけど、ちょっと少なくなったけど、ちゃんと元気です生存確認はぜひファンクラブで。あ、ふうさんからありがとう。こちらこそありがとうございます。うわー、燃えるゴミゴミな人もありがとうございます。では続きはファンクラブで、最後の宣伝、 X、Instagram、TikTok、YouTube ぜひ見てください。ではファンクラブ配信2分後始めます。はい、では皆さんおやすみなさーい。じゃない、後でねー